こんにちは、メダイクリニックフレイル外来の大谷です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は体幹、バランスを鍛えていくメニューです。つまずかない、そしてつまずいても転ばない体づくりをしていきます。さあ、まずは手で歩く動きから行っていきます。手が前に来た時にできるだけ頭とかかと一直線になるように行っていきましょう。急ぐ必要はありません。ゆっくり確実に行っていきます。はい、1種目目終了です。続いてバタ足をしながら腹筋を鍛えていきます。できるだけ早く足を上下に動かしていきます。腹筋に効いてますか？まだ早くいける。もうちょっとです。はい、2種目目終了です。次は薪を割るようなイメージでスクワットをしていきます。外から腕を回していきましょう。できるだけ大きく腕を回していきます。膝が内側に入らないように気をつけてください。はい、3種目目終了です。次はスキップをしながら腿を高く上げてください。リズムよく行っていきましょう。早くできる方はどんどん早くしてみてください。あと少しです。はい、1周目が終わりました。1種目目に戻ります。手で歩くイメージで行ってみてください。さあ、疲れてきましたが我慢のところですね。頑張っていきましょう。はい、1種目目終了です。続いてバタ足に移ります。さあ、もう一度腹筋を意識しましょう。早く入れ替えていきましょう。腹筋に効いてますか？あとちょっとですよ。はい、2種目目終了です。あと2種目頑張りましょう。続いて薪割りのスクワットです。真上に来たら真下に落とす。ぐるっと大きく回していきます。さあ、もう一度お膝が内側に入ってないかどうか確認しましょう。あと少し。はい、3つ目が終了しました。残り1種目スキップです。さあ、頑張ってももを上げていきます。1回目でもちょっとペースを上げてみましょう。あと少しです。まだいける。もうちょっとです。上げて上げて。はい、お疲れ様でした。今日も体幹周りは鍛えられたでしょうか？また次回も4分間頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。